信長さん、戦国武将って生活のすべてが戦いのためにあるじゃないですか。凛、何かの漫画に影響されたのか。一般的に遊びとか趣味だと思われている鷹狩りや茶道だって、軍事や政治的目的のためにやってたことなんですよね。であるな。鷹狩りは家臣を引き連れて土地を見て回ることで土地を覚えたり走り回って体を鍛えたり、茶の湯は商人と交渉するためや茶器に価値を与えてその茶器を家臣の恩賞にするため。今日は茶の湯の話はいいです。であるの。信長さんが鷹狩りで家臣を鍛え上げて戦に勝利したという話は最近少しテレビでもやるようになりましたけど、実際信長さんのやってた鷹狩りってどんなものなのか今日は詳しく教えてください。ああ、鷹狩りというのは飼い慣らした鷹を使って動物を狩るものだ。戦国時代にはそれをただの遊びとしてやる者もいたが、織田家の鷹狩りは一味違ったぞ。お前たちよく聞け。はは、今日は鷹狩りの前の準備運動でお前たちに馬で突撃をする。は、馬で突撃をする。馬で突撃？親方様、一体何をおっしゃっているのですか。突撃するのはわしではない。徒歩組と乗馬組の二組に組み分けするから、乗馬したやつは徒歩のやつを馬で吹き飛ばすつもりで突っ込むのだ。徒歩の者は頑張ってギリギリで避けろ。親方様、どういうことですか。馬で人に突撃なんてしたら危ないですよ。武士が危ないことを避けてどうする。戦場では馬に乗った敵が槍持って突っ込んでくるんだぞ。確かにそうですな。また親方様のクレイジーなお遊びが始まった。何としても乗馬組に入らねば。じゃあ都市家は徒歩組で。ひゃっへ。訓練とはいえ準備運動で命がけって割に合わなすぎる。秀吉はどっちにするかな。親方様、わしはあの黒い馬に乗りますね。黒い馬もわしに乗ってほしそうにわしを見ています。いや、あの黒い馬は国王号といって騎長が北斗神拳の伝承者を倒して奪ってきた馬だからな。騎長以外が乗ろうとすると踏み潰されるぞ。あの目はわしを踏み潰そうと見ておるのか。では他の馬に。よし、秀吉は徒歩組だな。そんな。後の組み分けは、カクカクしかじかな感じで。わしも徒歩組に入るから遠慮なく突っ込んでこい。親方様に馬で突っ込むのですか。もし怪我などされたら。加減したら許さんからな。吹き飛ばすつもりで全力で向かってこい。は、では行きますぞ。は、うん。秀吉、そっちへ行ったぞ。うわっ。乗馬組、もっと激突して吹き飛ばすつもりで全力で当たりに来い。はは。徒歩組、もっとギリギリで避けて度胸を見せてみろ。ギリギリでいつも生きていたい男になれ。親方様、それ歌ってたジョニーズの事務所は今本当にギリギリで生きてる状態ですぞ。性犯罪者の名前を社名にしてた企業が生きてるのがおかしいだろ。そうですな。男色行為の盛んな戦国時代ですら親方様は子供への男色行為は禁止しておりますからな。うめ、戦国時代にわしが禁止したゲス行為を行う犯罪者をメディアが見て見ぬふりするとは、未来の日本が心配になるな。親方様、徒歩組をすべて吹き飛ばした馬がこちらへ向かってきますぞ。ん？機長ではないか。やばい、逃げろ。という感じで、織田家の鷹狩りでは狩りを始める前に家臣を乗馬組と徒歩組に分けて、乗馬組を徒歩組に突っ込ませて避けさせるという訓練もしておった。それじゃあ鷹狩りを始める前に疲れちゃいそうですけど、戦国時代の武士の体力は無限だから猛満体ですね。うむ、わしは40歳を過ぎても徒歩組に入って乗馬した家臣が突進してくるのを避けておったのだ。なんて元気な40代。この準備運動が終わり鷹狩りが始まったら家臣たちを二人一組にしてわしを中心に様々な方角へ獲物の動物を探しに行かせる。ここで家臣に地形を覚えさせるというわけだ。地理に詳しい兵隊はすごく重要だって前言ってましたもんね。そして獲物を見つけたら二人のうち一人を見張りに残し、もう一人がわしに知らせに来る。それは獲物をじっと見張る訓練にもなりますね。このように織田家の鷹狩りとは軍事訓練だったのだが、戦国武将の中にはただの趣味として狩猟をするようなものもおった。他の武将が遊びでやるようなことも訓練にして、生活のすべてを武力の向上に使った信長さんだから戦国時代を勝ち上がれたんですね。である。茶の湯も遊びと思われておるが、あれは高度に政治的な目的が。茶の湯の話は動画が長くなるので、また今度にしましょう。であるか。鷹狩りみたいにみんなが遊びでやってることを少し工夫して仕事に活かすって、現代でもいろいろ応用できそうですよね。うむ、令和時代だとどんなことがあるだろうな。そうだ。釣りを趣味にして近所の川でマグロを釣りまくって魚屋さんに売りましょう。なるほど、完璧な作戦だな。本当ですか？不可能だという点に目をつぶればな。どこが不可能？動画見てくれてありがとう。信長は40歳を超えても鷹狩りの時に乗馬した家臣が馬で突っ込んでくるのを避けて遊んでいましたが、家臣の立場で考えたら信長に怪我をさせちゃったら怒られないか心配ですよね。